江川千明は、三重県伊勢市出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。草野球をやっていた父の影響で3歳から野球に興味を持ち始め、伊勢市立今一色小学校では2年生の時より、野球をはじめ、流し打ちの才能を発揮していた。3年生の終わりにはレギュラーに定着し、小学生離れしたパワーは、三重県中に広まっていった。陸上競技に出場すると、 地区記録を更新するほどの瞬速の持ち主で、4年生時に、三重県大会の学年別60メートル走では3位に入賞した。伊勢市立二見中学校の3年生だった2001年に、第18回全日本少年軟式野球大会へ出場。1回戦でサヨナラアンダを放ったことを皮切りに、チームを全国制覇に導いた。あとに、 他県の野球競合校から入学を誘われたが、地元の仲間と野球を続けることを優先すべく、卒業後に、三重県立寺山田商業高等学校へ進学した。高校時代には、1年時の春季三重県大会に、代打で敵地打を放ったことを機に、投手と外野手を掛け持ちしながら、レギュラーに定着。2年夏の選手権三重大会では、決勝でサヨナラ本塁打を放ったことから、 同校を25年ぶりに甲子園球場の全国大会出場へ導いている。逆に3年夏の選手権三重県大会では決勝で鈴鹿高校に逆転サヨナラ負けを喫した。投手としても野手としても NPB 球団の関係者から早々に注目されていたが当時公式野球部が社会人野球を席巻していたシダックスの入社試験を受けたところ 日本学生野球協会に対するプロ志望届の提出期限直前の2004年11月1日に同社から採用内定の通知を受けた。当時は投手としてのプレーを希望していてシダックスを経ての NPB 入りを想定していたが宇治山田商業高校公式野球部の中井誠監督からの勧めで同校から直接の NPB 入りを目指す方向に変更。その上で プロ志望届を提出したため、NPB ドラフト会議では、外野手として、福岡大英ホークスから一巡目で指名された。なお、大英は、ドラフト会議後の2004年11月30日に、球団の経験をソフトバンクへ譲渡したため、江川は、福岡大英ホークスが、同会議の一巡目で指名した最後の選手になった。さらに、指名後に契約金8000万円。 年俸800万円という条件で入団。福岡ソフトバンクホークスの一期生に名を連ねたが、12月8日に開かれた新人選手の入団発表会見には、大英ホークスのユニフォーム姿で出席した。入団当初の背番号は8。2005年、当初編成は、中継手に転校させるつもりで獲得したが、当時二軍監督だった秋山浩二の方針により、 将来の主塾候補として1年目から2軍の4番、遊撃手として、英才教育を受けた。3月6日のオープン戦初打席で、初安打。3月16日の教育リーグで、本類だと早い時期から力を見せたが、3月26日のウエスタンリーグ開幕戦で、中日ドラゴンズ山井大輔から顔面に死球を、受け左法を骨折し、3月29日に、 福岡市内の病院で制服手術を受けた。現役時代に松坂大輔から同じ経験をしたことがある秋山の配慮で特注の顔面保護ヘルメットを身につけ驚異的なスピードで復帰した。4月14日のウエスタンリーグ対中日戦でダイソーとして実戦に復帰し、4月27日の紅白戦では故障後初の打席で本塁打を放った。 7月24日にサンマリンスタジアム宮崎で行われたフレッシュオールスターゲームに7番遊撃手として先発出場し6回にしみ電検索からタイムリーに塁打を放った同年は2軍で過ごし打撃では打率2526本塁打遊撃手では規定試合数をクリアしたが守備では19失策と課題も残した 12月4日時点の構想で三塁手へのコンバート案が上がっていた。2006年5月5日に一軍に初昇格し、同日の対埼玉西武ライオンズ戦で、不審の松田信弘に代わり7番、三塁手で先発出場し、2回第一打席で松坂大介からレフト前へ、初打席初安打を放つと、9回にもショーツ英二からセンター前安打を放ち、 デビュー戦で5打数2アンダとマルチヒットを達成した。5月6日の同カードでは4回2二2の場面で西口文也からプロ初打点となるダメ押しタイムリーダーを放った。9回には聖地からもタイムリーダーを放ちプロ入り初の猛打賞を達成し3アンダに打点と活躍した。本拠地福岡ヤフージャパンドームデビューとなった5月9日のセパ交流戦。 対広島東洋カープ戦では、黒田博樹から6回にしまんの場面での2点タイムリーを含む2安打と活躍し、初のヒーローインタビューも受けた。5月12日のセパ交流戦、対阪神タ対ガース戦で8回にセカンドゴロで1塁を駆け抜けた際に右かかとを痛め、一軍選手登録を抹消された。6月16日に最昇格し、6月23日の 対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で犠牲フライを放ったのみで12打数無安打と活躍できず6月28日に2軍へ降格し最小格なくシーズンを終えたウエスタンリーグでは65試合に出場し本類打10本41打点の成績を残したまた守備では遊撃手3塁手だけでなく外野手1塁手でも出場した これは入団当初からのプランである。オフは、ハワイウィンターリーグに派遣され11月19日から24試合に出場し、75打数18安打で打率、240、0本塁打3打点だった。2007年、開幕1軍入りを果たし、3月31日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で代打から出場し、左翼手として、プロ初の外野守備についた。 4月13日の対オリックスバファローズ戦では3回、第1打席に吉井正人から京セラドーム大阪の3回席まで届く特大の先制ホームランを放ち、これがプロ初本塁打となった。再び同点とされた4回にも西満塁から、走者一走三塁打を放つなど、計4打点を挙げた。続く2試合で無安打だったため4月18日のアダム。 ハイズデュ昇格に伴い2軍へ降格し、そのままシーズンを終えた。2軍ではこの年から遊撃手での出場がなくなり、主に外野での出場となった。2008年、2年連続で開幕1軍入りしたが、2試合3打席3三振で3月25日に2軍降格となりそのままシーズンを終えた。2軍でも打率、193と打撃不振に陥った。 2009年4月17日に1軍へ昇格したが11、打数1安打と結果が出ず4月27日に2軍へ降格した8月21日に再昇格したがわずか2試合の出場で再び降格となった2軍ではリーグ2位体となる14本塁打を記録したが3塁主部門で47試合の出場にもかかわらず ワースト1位タイの10失策と課題を残した。2010年シーズンから背番号を43に変更すると発表された2010年6月2日に1軍へ昇格し、6月4日、6月5日の瀬パコーリュー戦、対広島戦で7番、中堅守で先発起用されると連日の打点を挙げた。しかし一旦代打に戻ると調子を崩し、6月23日に、 二軍降格となった。八月十二日に最小格子、同日の対オリックス戦で9回同点の場面で、帰れば、サヨナラの奏者として、大走起用されたが、ギターで西二塁となった場面で、勝木亮太の牽制球により刺され、チャンスを潰した。長谷川優也の不調により八月十八日からは九番、左翼手として、先発起用され、同日の対西部戦では、 猛打賞を記録するなど数試合は活躍したが、8月22日以降15打数に安打と調子を崩し、9月6日にに軍港格となった。9月23日に再昇格したが、出場機会がなく、レギュラーシーズンを終えた。プロ1年目に並ぶ11試合の先発出場だった。クライマックスシリーズファイナルステージでは、第2戦、第3戦に8番、中堅守で、 先発出場したが、無安打に終わった。ウエスタンリーグでは183打数で規定、未到達ながら打率、333、本類打14本の好成績を残し、オフには最多本類打として表彰された。2011年6月9日に一軍へ昇格し、外野人の相次ぐ故障により、6月24日の対北海道日本ハムファイターズ戦で七番。 左翼手で先発出場し5回にダルビッシュ有から逆方向へ同点のソロ本塁打を放ちこれが4年ぶり本拠地初となる本塁打となった調子は続かず7月15日に2軍へ降格8月20日に最昇格したが1試合の出場で8月26日に抹消された同年は本塁打の1安打のみでシーズンを終えた2軍では本塁打10本 47打点、出塁率、362、21投類の成績を残した。10月18日に、右肩関節関節唇方合手術を受けた。2012年、開幕を一軍で迎えた。控えだったが、国母勇気の六冠神経痛や腰痛により、4月18日から20試合連続で、先発起用され、5月2日の対日本ハム戦で、 決勝ツーランホームラン、5月5日の大楽天戦では、戸村健二、島本博バッテリーから、プロ入り初盗塁も決めた。交流戦は一旦代打となったが、5月26日から、再びスタメンに戻った。次第に調子を崩し、6月22日に2軍へ降格した。八月十一日に一軍へ復帰し、九月四日の大西部戦で、岸高行から、 同点のソロ本類打を放ち、9月7日の対、千葉ロッテ戦では、ナルセ・ヨシヒサから逆転のツーランホームランを含む4、打数4安打と活躍した。一塁手や外野手で、先発出場を続けていたが、9月20日に、軽度の右肩肉離れにより、出場選手登録を抹消され、そのままシーズンを終えた。同年は6番から8番として、 自己最多の42試合に先発出場した。クライマックスシリーズは10月19日ファイナルステージ第3戦にベンチ入りを果たしたが出場機会はなかった。2軍では10月6日のファーム日本選手権に4番指名打者で出場したが3打数無安打に終わった。2013年開幕を1軍で迎えて代打や8番右翼手で起用されていたが4月10日の対 オリックス戦で自身初となる一番打者で起用された。しかし二度目の一番打者起用となった4月12日の対地場ロッテ戦の初回初打席でファウルを打った際に、左手親指を捻挫し、4月13日に一軍登録を抹消された。ライバルの離脱が相次ぎ6月26日に一軍に復帰し、同日から6番外野手で先発起用され、4試合で3本塁が、 8試合連続安打を記録するなど活躍してその後もスタメンに定着した。8月7日からは10試合連続安打、その間4本塁打を放った。8月20日に安打が途絶えると調子を崩し、控えに回った。9月4日の対日本ハム戦では、石優也からタイムリーダーを放ち、代打でプロ入り初となる打点を記録した。9月10日から、再び先発出場が増え、 9月18日の大楽天戦では2対8と配色濃厚な試合で1点差に迫るツーランホームラン決勝の押し出し支給と活躍し逆転勝利でチームを6月28日以来の2位に浮上させた。最終的に77試合に出場し打率260、12本塁打35打点を記録した。2014年キャンプは主力の A 組でスタートしたが 序盤にインフルエンザで離脱したことでビ B 組へ変更され、開幕は一軍で迎えたものの控えとなった。4月6日の大楽天戦で8回に代打で出場し、近人県人から同点ソロ本塁打を放ち、これが代打起用でのプロ初本塁打となった。前年に続き2年連続で秋山の誕生日に本塁打を打った。主力の内川聖一。 松田信弘の不勝離脱により、チャンスを得たが、吉村祐希との競争に敗れたため、7月27日に二軍降格となった。右の代打として33試合に起用され28、打数6安打、打率、214、1本塁打3打点、出塁率、333の成績だった。先発出場は1試合に終わった。 クライマックスシリーズファイナルステージでは10月15日、第1戦に9回1点ビハインドからダイソーで出場し、松田の安打で3塁に進み、吉村のサヨナラ2塁打により、同点の走者として生還した。第2戦には、代打で出場したが空振り三振に倒れた。日本シリーズは全試合ベンチ入りしたが、出場機会はなかった。二軍では、ファーム、日本選手権に4番、 右翼手で先発出場し黒沢翔太からソロ本塁打を放った2015年25試合の出場で打率2061本塁打4打点に終わった2016年柳田祐希に代わって自身初の3番打者を務めたこともあった前年よりも出場機会を少し増やしたが42試合の出場に終わった守備位置としては 右翼手として19試合、中堅手として10試合にスタメン起用された。12月14日、契約公開交渉を行い、200万円ダウンの1900万円で契約公開した。2017年、宮崎春季キャンプは、ビリ組からのスタートとなり、3月15日にようやく一軍合流を果たす。激しい外野手のポジション争いの中、 オープン戦で7打数も安打とアピールし、開幕1軍選手登録を勝ち取るが、4月1日の対ロッテ戦、4月4日の対楽天戦と、それぞれ代打1打席の起用で4月6日に1軍出場選手登録を抹消される。6月1日に1軍再昇格し、内川誠一やアルフレドデスパイネが戦線離脱したチーム事情もあり、6月15日のセパ交流戦、 対読売ジャイアンツ戦では、プロ入り13年で初めて4番打者として、スタメン出場し、2013年以来4年不利の猛打賞の活躍をするが、6月26日に再び、一軍出場選手登録を抹消される。2軍公式戦で11試合で打率、333と調子を上げ、8月15日に約1ヶ月半ぶりの一軍再昇格を果たし、 8月16日の対オリックス戦では先発出場し、同点の口火となる二塁打を放つ。9月21日の対日本ハム戦では、増井イ都市から、ソロ本塁打を放った。デスパイネの加入やカンバヤ生活の台頭による、外野手のポジション争いの中で、出場機会を得られず、32試合の出場にとどまり、打席は71打席と昨年より半減した。 12月19日、契約公開交渉に臨み、200万円ダウンとなる、年俸1700万円でサインした。2018年、レギュラーシーズンの開幕を一軍で迎えたが、公式戦2試合に出場しただけで、4月19日に出場選手登録を抹消。抹消後の同月28日に、ウエスタンリーグの対中日戦へ、4番、右翼手として、スタメンで出場すると、 第5打席までに2塁打3塁打単打、本塁打を放って、サイクルヒットを達成した。同リーグ公式戦での達成は、史上13人目で、2001年に荒金久男が記録して、以来17年振りの快挙であった。6月中旬に軍へ復帰すると、ダイソーから出場した同月15日の対、広島戦で、レギュラーシーズンの初本塁打をマーク。しかし、 一軍公式戦で放ったアンダはこの本塁らのみで、7月以降は一軍から遠ざかった。結局、一軍公式戦への出場はわずか5試合で、スタメン起用の機会もなかった。ポストシーズン終了後の契約交渉では、球団から3年連続の減報提示を受けた末に、推定年俸1400万円という条件で、契約を公開。公開後の記者会見では、 一軍の代打としては自分の思い通りのプレーができていたが正直なところ戦力外通告を覚悟していた一軍では右の代打要員としてしか試合に出るチャンスがないのでチャンスの場面で代打に起用されたら思い切ってバットを触れるようにしたいとの心情を吐露した2019年春季キャンプの参加を間近に控えた1月28日の自主トレーニング中ににっくり腰を発症したため キャンプ序盤は、リハビリ組で調整に専念した。キャンプ中の診察で手術を要するほどの重症である、ことが判明したため、キャンプ終了後の3月6日に手術を受けた。7月下旬に一軍へ昇格してからは、一軍公式戦11試合の出場で打率、333をマーク。代打や、指名打者にとどまらず、外野手として、 スタメンに起用されることもあったが、8月上旬以降は一軍から遠ざかった。10月21日に球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役生活をやりきった感があるという理由で引退を表明。12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。ソフトバンク球団に残った上で、2020年シーズンからスコアラーを務める。 2020年12月25日に実家の家業である漁網などの製造販売業と母が携わる養豚料を継ぐため退団することが発表された。現在は豚肉の加工販売業に携わっている。打撃センスが良く長打力も持ち合わせていたためウエスタンリーグでは毎年のように好成績を残していた。高校時代には打者として通算十三本類が 投手として最高級速時速 144km を計測。手動計測ながら 50m 走で最速5.8秒を記録したほどの脚力も評価されていた。ただし、野手としては強権ゆえに早急難に悩まされていたため、プロ1年目の周期キャンプでは森脇工事、勝路久市と両コーチからスローイングを強制された。 ソフトバンク選手時代の2014年シーズン終了後からコンタクトレンズを装着している。プロ指名時点での好きな選手は高橋義信、憧れの選手は松坂大輔だった。2006年オフのハワイウィンターリーグでワイキキビーチボーイズの同僚だったリック・バンデンハークに9年ぶりに再会し、ソフトバンクで再び同僚となった。ありがとうございます。